現役の田代です。大学病院放射線治療科の今野です。今回は私たちが行っているがんの副作用を予測することができる方法についてお話をしたいと思います。放射線の治療というのは多くのがんの標準的な治療法となっております。しかし放射線の治療では一部の方に残念なことに副作用が現れることがあります。例えば食道がんの放射線治療の時には放射線による食道の炎症が起こったり、あるいは肺炎が起きたりすることがあります。これは全ての人に出るわけではなく、どうも個人の放射線の感受性による違いがあるということが言われていました。そこで私たちは放射線の副作用、放射線治療の副作用と染色体が関係あるんじゃないかと。染色体異常というのは放射線によって引き起こされます。この関係があるのではないかと思いまして、放射線治療中の患者さんの染色体異常を調べさせていただきました。その結果分かったことが、この黒い灰色で示す重篤な放射線の副作用を示す方よりも軽症の副作用で済んだ方の方が染色体異常の数は少ないということが分かってきました。特に症状が発症する前の非常に初期での染色体異常の数でも差があるということが分かりましたので、この方法がこれから放射線の副作用の予測に使える可能性があると考えています。これからは食道がん以外のがんでもこの方法が応用できるかどうかを検討していきたいと考えています。